いつだって的戦兵のスレイブアフレコアフタートーク。皆さんこんばんは。和倉優希役広瀬優也です。はい、皆さんこんばんは。東谷千穂役日枝ねねです。この動画はですね、アニメ的戦兵のスレイブの第5話を放送した後に公開されております。はい、私たちも5話のアフレコがたった今終わった後にこの収録をしております、うん、はい、ということで、まあレギュラーとしてね、こうがっつりお芝居させていただくのは初めてですね。初めてです。はい、実は同い年。そうなんですよ。事実を知って、なんかこんなって言ったらいいですけど、同い年がゆめちゃんとかなんですけど、現場に一緒なので。なんでいるんだよ。帰りなさいよ。結構今までなかったんですごい新鮮なんですよ。なかなか、はい、確かに同い年が集まってるってあんまないですよね、うんうんうん。はい、ということで今回はね、もう八千代とひまりの、はい、もう熱い熱い姉妹対決がありましたけども、はい、叫んでましたね。叫びましたね。ライブタイム、ライブタイム、ゴールデンアワー。なんか途中ごっちゃんですね。ゴールデンアワーってところをプライムタイム、間違えたってねえ、なんか結構八千穂はすごいひまりをなんかね、はい、いじめてるじゃないけど、こうつんけんつんけんしてるんですけど、実はね、もう妹への愛が止まらないお姉ちゃんっていう ね、ギャップがあるんですよ。ちょっと不器用なね、伝え方がね。そうなんです。本当は大好きなのに。そうなんです。もうでもなんか微笑ましいというかね、いや本当可愛らしいですね。見えましたから、うん、ね、まさかの八千穂負けちゃいましたね。負けちゃいました。負けちゃいましたけどけどいやでもひまりのね、またこの成長みたいな部分もここで大きく見られたんじゃないですか ね、勇気的にもこう今までは強化と共にしか戦ってなかったんですけどもね、こういやひまりとの、ね、はい、共闘もだいぶうまくいったというかね、熱くなったんじゃないかなということで、はい、まあ、次はね、まだこの3番勝負ですか。そうですね、まだ1番手ですから、1番手ですから、はい、2番手がまだ控えておりますから、はい、まあまあどうなるのかというところですけど、ぜひお楽しみという。八千穂出てくるのか、出てくるよね。いや出てこないんですか。もう原作を知ってる人はね、負けたら出てきたいな、出さないみたいな、そんな厳しいアニメではないですからね。そうです、応援させてほしい、ね、せめてちょっともうちょっとこう八千穂とねひまりの関係を見たいですね、一、うんね、ファンとしても、はい、はい、ということで次回もぜひぜひお楽しみに、うんうん、していただきたいなと思います。はい、ということでアフレコアフタートーク第5話でした。それではまた来週。バイバーイ。バイバーイ。